できた、できた。VR チャットはシステムにより十分なトラストが得られると自分だけのワールドを制作することができます。ワールドの制作はユニティの知識が高まれば高まるほどオリジナリティに富んだワールドやツールに適したワールドを制作することが可能です。アバターと違い比較的制約が軽めなのもありがたいものです。名付けてルミナスタジオテルナニコ用の一番いいスモールスタジオ、初めての VR コンテンツ作品です。用意されている基本コンテンツは一つの一眼カメラと大型モニターだけ。まさに YouTuber らしい構成の収録スタジオではないでしょうか。いや、実際んなもんだから、リアルな YouTuber って。一眼カメラに内蔵されるカメラオブジェクトはデスクトップのスクリーンを置き換えて表示することで OBS などのキャプチャーアプリでそのまま収録することができます。デスクトップモードでプレイしている場合はキーボード操作で終了できるようになっております。カメラはもちろん移動することができ、ワールド内が好きなアングルで収録を始めることができます。しかしこれだけでは終わりません。一眼カメラといえばレンズ交換、アバターがいい写り方をするにはいい画角で写すのもまた必要要件の一つです。 VR チャットのストリームカメラはおそらく 35mm 画角のレンズ、水平 FOV 換算で 54.4 度あると思われます。これだとアバターに歪みが出てしまうため思った通りの絵にならないことが多いかもしれません。そこでシングルカメラでの運用を想定したレンズ交換システムを実装しました。通常モードの 70mm 標準レンズのほか、 VR チャット内蔵カメラよりも広角の 28mm、 そして望遠ギリギリの 100mm 標準レンズも用意しています。圧縮効果でアバターの映り方は大きく違うのが実感できることでしょう。その他 VR チャットのプレイヤーホイホイである VRC ミラー、カメラのサブモニター、ルミナスタジオの広告欄も用意されています。現在の時点でバージョンは 0.2、 パブリックで公開しているため誰でもインスタンスを立ててご利用いただけます。とはいえまだまだ機能が不足しているのも事実。今後アップデートを重ねて皆様へ快適にご利用いただけるバーチャルスタジオを目指してまいります。今のところは家具の出し入れと車キーベース 135mm 望遠レンズの3点だな。あとは動かせるコントロールパネルだ。